何拾ったかな。ああ、すごいの出してしまった。これ、このマシュマロを読むことによってアーカイブが非公開になる可能性が ありますが 同性に好意を持たれた経験ある。これなんで拾おうと思ったかって感じなんだけどね。これね、ある。小学校2年生くらいの時に、すごい仲のいい、まあその時から私あまり友達いなかったんだけど、すごいね、仲のいい友達がいたんだけど、本当に好きだから将来結婚しようみたいな話をされたんだよね、小学2年生の時に。でも私、同性同士で結婚できないことを小学2年生にしてちゃんと知ってたから、いや、それは無理。女の子同士は結婚できない。いくら仲良くても結婚できないというふうに私は答えたわけよ。冷静にね。まあ王女だし。そしたら、結婚式の引き出物でもらってくるような、おっきい置き時計みたいなのわかる？ガチャって開けると中に鍵とか入れれるようになってるタイプの時計が、その子のお家にあったんだけど、わかるかな？重たいやつ。あれをね、ぶん投げられまして。なんでそんなこと言うの？って言って投げられまして。で、そこの時計の中に入ってた、お家の鍵とか、なんだかのか、その子のお家のね、鍵が、その時計がパッカー割れて、鍵がジャラジャラガチャガチャガチャって飛び散らかっていく光景が、私の中でもめっちゃトラウマで。大惨事だよね。もちろん物音で、その子のお母様とか駆けつけてくるし、私の、女王陛下もやってきて、何事なのみたいな。結婚できないって言ったら、あれを投げられたみたいな。 いやー、それ以来ね、そのことは、疎遠に、というかまあ、私がちょっとお城のお引っ越しがあったので、会えなくなってしまったんですけど っていう思い出があるね。え、何？アンジいるの？どこ？え、いた？アンジの初犯。あ、じゃあそれはアンジじゃない。アンジと私だってね、年齢9、17、26、1、2、3、9違うからね。9違うって、だって私が小学2年生の時だったら、アンジもう9違うんだから。に、小学2年生っていくつ？ 8 歳？ 8 歳ですか？ 8 歳とか9歳？ 8 たす9、17歳の時だよ。17歳の女の子が、7、8歳の小学2年生に向かって、ドンキ投げたらやばいでしょ。足し算偉い 引き算できて偉い。ああ、私の算数へのハードルがどん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 下がっていく という、まあ、特にオチも何もない話でした。